キングダムエデュケーション聖書に基づく科学担当の宇佐美みのです私はジェネシスジャパンまたラブクリエーションという創造論団体の会長をしておりまたミト第一聖書バプテスト教会の牧師をしています今日は動物学の秘書生物の中で、えー、特に昆虫の十四回目になりますね今日は 皆さんが嫌がる蚊についてちょっと考えてみたいと思います。夏になると蚊がたくさん発生しますけれども、皆さん毎年蚊に食われて嫌な思いをするのではないかと思いますね。蚊は、 皆さん何枚羽を持っていると思いますか昆虫は4枚羽であるっていうことを学びましたから4枚そういう風に思われるのではないかと思いますけれどもでも実は蚊は実際に飛ぶために使われる羽っていうのは2枚ですですから蚊は草子目という風に呼ばれますまあ、最近は、えー 進化論に基づく分類法では「ハエ目」というふうに分類されるんですけれども従来の分類法ではこの「草子目」っていうのは蚊とかガ,ガンボ、あの蚊の大きいようなやつですねそれからハエとかアブブユなどがこれに分類されます。 でなぜ2枚羽なんだろうって思われるかもしれませんけれども実は、えー、この2枚の羽だけではなくて、えー、平均根と呼ばれる部分ですねこれは羽根が、まあ、萎縮したような形っていうふうに進化論者たちには理解されるわけですけれども実はこの平均根は、えー、バランスを取るためにですね非常に役立っています。ですから これはは、えー、した羽ではなくて、もともと4枚の羽が大化したのではなくてもともと主から創造主がバランスを保つためにそういう目的を持って作られているっていうふうに考えたらいいんではないかと思います。かというと皆さんが最も嫌なのはやっぱり血を吸われることだとだ思うんですね。ご存知の方も多いと思いますけれども。 血を吸うのはオス・メスどちらでしょうかメスだけなんですねメスは卵を産卵するわけですけれどもその産卵に必要な栄養を取るために、えー、血を吸うわけですで、蚊の種類によって何をするかっていうことは決まっているんですね実はオスはじゃあ何を食べるでしょうか実は 花などの蜜を吸うわけですねそういうふうにして、えー、まあオスは卵を産まないわけですから蜜で十分なんですけれどもメスは産卵のためにそういう血を吸うということですね。であのこの蚊の写真を見ていただきたいんですけれども蚊の口のところからこう 下顎ですね。こうぐにゅってこう曲がったような下顎が出ているんですけれども。実はこの中に七つ道具が収まっています。その七つ道具っていうのは何かっていうと、えー。唾液を注入する管ですね。これが。ええー。下咽頭と言います。下、下という字に咽頭ですね。それから。 実際に血を吸うのは上唇と呼ばれる上唇と呼ばれますけれどもそこから血を吸収しますでその内側に小顎まあ小さい顎のこぎりがありますそれらがこの下腺先ほどの問いのような部分ですねそのような部分に全部収まっているわけですね。で あの下咽頭で唾液を送り込むということを話しましたけれどもこの下咽頭から唾液を送り込むことによってその血が固まらないようになるわけですね。ですからもしその唾液をを送らずに血だけを吸っってししまったら皮はどううなるでしょうかそれはちょうど皆さんが出血した時と同じような状態ですね。出血したら 血が固まりますよね蚊のお腹の中で血が固まってしまってとてもその産卵毒ではないわけですねその唾液が出て血が固まらないようにするために血をそのまま吸収しても大丈夫なわけですこの写真を見ていただきたいんですけれどもちょうど蚊が血を吸っているところですでこの血を吸っている蚊は お尻のところに赤い血みたいなのが出てきていますよねこれは必要ない部分は必要ない成分は外に出してしまって本当に産卵のために有益な栄養分をたくさん取り込むためにいらない部分を外に出しているわけですねまたこの写真の、えー、口のところにですねちょうど血液を吸っているのが 見えると思います。赤くなっているのが見えるでしょうか。で、その下側にこうグニャっとなっている部分ですね。これが、えー、まあ下唇といったいでしょうかね。まあそういうふうに、えー、この下唇にすべての七つ道具が収まっていて、で血液を吸うときにまずノコギリで皮膚を切り裂きます。そして 切り裂いた皮膚のところに代わりに、えー、まず下咽頭が入り込んで,でそこで唾液を送り込むわけですね。で今度は、えーまあのこぎりでまた切り裂いて今度は、えー、上身、まあ血を吸う管を入れます。そそしてての血を吸って でまた、まあ、そういうのを繰り返しながら血を吸ってそして抜くわけですね。でこの唾液送り込まれた唾液ですけれども蚊が十分に血液を吸うと大体その唾液も一緒に戻ってしまいます。でこのの液が実は痒みみ原因なんですね痒みが、えー、痒みを抑えたたかったら 十分に血を吸わせるのも一つの方法ですまた、えー、蚊が血を吸っている最中に上かピシャって叩いたりするとですね唾液がさらに送り込まれてしまったりするわけですね以前あの蜂の針に刺されたときにその針,針が 手,に手や、まあ、支えたところにくっついている時にそれを上から潰してはいけないという話をしましたあるいは手でつまんで取ろうとしてはいけないという話をしましたそれはなぜかというとそこににある毒が、えー、中に入ってしまうからですねであの。指で弾いたりした方がよっぽどいいわけですけれども実は蚊の場合も指で弾くならばその唾液がそれ以上入っていかないっていうことがありますので。 ピシャッて叩くよりも、えー、指でつま先、まあ、指の先ですねそれで弾くといいわけです。さてこのように蚊がどのようにして血を吸うのかっていうことを考えましたけれども皆さんは蚊に食われた時に痛みを感じるでしょうかおそらく感じないと思いますね。 蚊に食われたのが分かるのはかゆみを感じるかあるいは何か物が乗っかっているようなそういう感じをするかではないかと思うんですね。実はですねこの蚊の針の構造まあ興奮と言いますけれども口の部分のこの七つ道具を含めた構造ですねこれは痛くないわけです。で、 これを技術者は研究して、そして痛くない注射針というのを開発しています。これは、えー、特にインシュリンの注射を毎日自分でしなければならない人なんかにとってみれば非常に良い知らせですね。刺しても痛くない。毎日痛い注射針を刺していた人にとってみれば、 痛くない注射針っていうのは非常にありがたいわけですでこの、えー、針の名前はナノパスニードルっていうんですけれどもナノというのは100万分の1ミリっていうと、えー、すごく小さいのが実感できるんではないかと思いますね。でこういう小さいもの小さい技術のことをナノ技術というふうに 科学者たち技術者たちは呼んでいるんですけれども生物の中にある様々な、えー、素晴らしい技術それを真似して作られるものですねで今回の場合は蚊の口の部分蚊の興奮を真似して作っていますで針の先端が0.2ミ、mm、リメートルですね皆さん普通の注射針はどれくらいでしょうかまあ1ミリ あるかないかという感じでしょうかね。太い針だと1ミリ以上あるのではないかと思いますけれども、その10分の1ぐらい、あ、まあ0.2ミリですね。で、長さが1ミリの針です。で、その1ミリの針の両脇にはギザギザがついているんですね。で、このギザギザがついていることでどんないい影響があるかっていうと。 その皮膚との摩擦力を減らすことができますですから摩擦力によって、えー、皮膚が痛みを覚える摩擦によって皮膚が痛みを覚えることを防ぐことができるわけですね幅は零点三ミリ本当に小さな針になりますで、このような、えー、創造主の技術を真似して痛みのない蚊の、えー、口を真似して そして、えー、人は素晴らしい技術を開発していますこれは創造主の技術を真似したのわけですから私たちは創造主に感謝する必要があるのではないかと思いますさて先ほど、えー、蚊は動物の血あるいは人の血を吸うという話をしたんですけれども大抵は鳥とかですね、哺乳類 あるいは人の血を吸います。でそれぞれのど、まあ蚊によって。どういう動物の血を吸うのか。っていうのが決まっています。そして。えー、まあ中には珍しい。かん。といったらい,いでしょうかね。爬虫類や両生類。の血を吸ったりするものもあります。この写真を見ていただきたいんですけれども。これは何の血を吸っているでしょうか。蛇の血ですね。 爬虫類の血を吸う蚊の様子を映したものですそれでは蚊の一生について考えてみたいと思います蚊は卵を産むわけですけれどもま血を吸ったメスの蚊ですね卵を産むわけですけれどもどういうところに卵を産むかご存知でしょうか水に産卵するわけですねで、 あのどんな場所ででも水ががあったらすすることができます例えば何かの蓋に水滴がついてたりですねそういうところにも産卵してしまうわけですねですから、えー、蚊を繁殖させたくなければ常に水があるような部分はできるだけ取り除く必要があるわけですけれども、えー、例えば藪カとかでは 水水面に水を産みけけるわけで,す、ね、であの卵がバラバラになって産みつける種類もあるわけですけれどもそう,そういったのに対してイエカの類ですね赤いエカとか、まあ、そういったイエカの類は、えー、その水面に船のような卵のいっぱい固まったものを産卵します。 でそういったものを、えー、乱収というふうに言うんですね。卵の船というふうに書きます。でこのボート状のまあ、船状の卵の塊でそういうのがあると実はもっと川同じところに卵を産もうとするわけですね。それはなぜかというとその卵塊から卵の塊からフェロモンが発せられてここは 卵を産んでも大丈夫だよっていうようなメッセージが流れるわけですですから他のの蚊もこぞってそこに卵を産もうとするわけですね。で1匹の蚊で場合によっては何千もの卵を産みますのでですから、えー、なかなか蚊はなくならないいなくならないわけですね。そして、産みつけられた卵は、 数日内に、えー、ボウフラになるわけですねボウフラは蚊の幼虫ですでこのような姿のものが水中で、えー、登ったり降りたりですねあるいは水中を漂ってたり、えー、まあ水面に近いところですね、えー、見えることがあるのではないかと思いますそれがやがて蚊になりますのでそういうのを見つけたときはできるだけ 早くそういうのを処理してしまった方が蚊の発生を抑えることができるわけです。で、えー、蚊はこの幼虫の段階ですねボウフラからまたその次にさなぎになります。でさなのことをオニボウフラっていうふうに言うんですね。ボウフラとオニボウフラ幼虫とサナギの違いなんですけれども形がちょっと違ってきます。 で実はこの鬼ボーフラまあこの左側がボーフラで、えー、右側が鬼ボーフラのイラストですねちょっと丸まっていますでこの写真を見ていただいても皆さんボーフラと鬼ボーフラ見つけることができるでしょうか真ん中のところに一匹だけ鬼ボーフラがいますねで蚊の 幼虫はボウフラですけれども皆さんサナギっていうと動かないで同じところにピタッとじっとしているっていうイメージがあるんではないかと思います。でもこのオニボウフラはボウフラと同じぐらい活発に動くわけですね。サナギでで、で、すす。けれども活発ににに動きまままこの、えー、産卵してからななるる成虫になるまで どれぐらいの日数がかかるかっていうと実はこれは温度との関係にもよっても多少変わります。ある家科の一種は、えー、気温が20度の時大体いい14日間でえ産卵してから成虫になるまで時間がかかります20度だと14日間ですけれどもそれ同じかは25度。 まあ水温が25度になるとですね、約10日間で成虫になってしまいます。ですから、飼、えー、っていうのはまあ温度にも採用されますし、えー、成虫になるのが早いっていうことですね。一生が早い、まあその卵から成虫になるまでが早いということです。ですから気をつけなければならないことは何かっていうと。 蚊を繁殖させないためにどこかに水が外に水が置いてあったらですね1週間ごとには取り替えた方がいいですね、えー、亀を外で飼っているとかですねあるいは、えー、鳥に水を与えるためにバードバスを置いているとかですねそういった場合は頻繁に水を取り替えてあげるのがとても大切ですまた 草などが生えているとそこにも蚊が繁殖しやすいですので草をできるだけ早くまあ切ってしまうまあ草をなくすというのもとても大切ですねまたあのカに刺されやすい人と刺されにくい人と言います先日私はあの東京のある教会でメッセージをさせていただいたんですけれどもその前の晩に。 その教会の牧師先生と一緒に外で話をしていました。私は支えなかったんですけれども、その先生はたくさん支えたんですね。どこに違いがあったんでしょうか。その先生はよく運動をするんですね。で、また、えー、まあ半ズボンを履いていましたので、下の足膝から下は 素足が出ていたわけですで、その先生はその足の部分にたくさん蚊がくっついてきたんですねまあ、たくさん蚊に加えていました蚊に刺されやすい人はどういう条件があるかっていうと、えー、汗をかきやすい人ですねまあ、特に発汗していると、えー、湿度がその部分だけ高くなりますので蚊は湿度の高いところに引き寄せられます また二酸化炭素の濃度の違いも皮は感じております皮は目はそんなに良くないわけですけれどもそういう感覚が鋭いわけですね普通の二酸化炭素の濃度に対して、えー、どこか二酸化炭素の濃度が高いところに集まるわけですね人は皮膚呼吸をしますしまた口で呼吸もしますから二酸化炭素が人の周りはちょっと高くなるわけですね また、特に蚊足の匂いに引き寄せられます。ですから、えー、足を出していたりするとですね、皮足に寄ってくるわけですね。また、新陳代謝の激しい人、これは、えー、若い人もそうですけれども、運動をした後なんかだとその新陳代謝が活発になりますので、えー、蚊は引き寄せられやすいということですね。 また黒色の服を着ていると、えー、蚊は止まりやすくなりますなぜなら黒色の服は熱を吸収しやすいわけですねそうするとそこだけ温度がちょっと上がりますですから、えー、蚊はそこに引き寄せられるわけですね逆に白っぽい服を着ているならば蚊が止まりにくくなるっていうことがありますまた、えー、若い人と違ってまあ25歳 超えて三十ぐらいになるともうほとんどの人が。かの音を聞き取れなくなります。これは。だんだん三十ぐらいになると。かの。超音波ですね。それを、が。聞けるだけの聴力がなくなってしまうわけですけれども。あの。まあ、携帯電話のアプリなんかで。モスキートトーンっていうのがあります。 それは何かって言うと蚊の葉音を出す装置ですね。かと同じような、えー、音が出るのでで若い人たちだけに聞こえます。ですから、コンビニとか、えー、の周りに若い人たちがこうたくさんいる場合がありますよね。そういう時に、場合によってはそのコンビニではモスキートトーンを発生させて、そして。 若い人たちがその店の周りにたくさん集まらないようにするとかですね、そういうような方法が捉えることがあります。まあそういうわけで蚊に刺されやすい人っていうのはどういう人かを考えました。それを考えてじゃあ自分はどういう対策を取ったらいいかっていうことを考えていただきたいと思いますね。またもちろん蚊に刺さえないためには 虫除けスプレーとかですねそういうのを使っていただくのが一番いいかと思いますまた蚊に刺されてしまった場合その蚊の毒を中和するものっていうのは発見されていないので蚊の唾液ですねそれを中和できないので抗ヒスタミン剤のような痒みを抑える薬ですねそういったものを塗布する形で対処するわけですね。 また蚊の運ぶ伝染病というのもありますまあ、国によって地域によって違いはありますけれどもマラリアっていうのはとても有名な蚊の媒介する伝染病ですこれはハマダラ蚊によって媒介されるわけですねその他に日本で有名なのは日本農園という病気ですね これは小高赤い絵かが媒介します。また黄熱病。これは熱帯島かなどですね。またデング熱も熱帯島かなどによって。運ばれます。でこういったさまざまな伝染病は。蚊によって媒介されるので。蚊に支えないでよければ。それに越したことはないということですね。それでは。 カにかかわるある出来事について話をしたいと思います。今から150年ぐらい前ですね。1863年にイギリスのロンドンで地下鉄が開通したんですけれども、この写真を見ていただきたいと思います。このまあこの絵ですけれども、これは1861年にその地下鉄を作るための 工事をしている様子ですねイギリスのキングスクロス駅付近の工事の様子ですでこの地下鉄のトンネルにですねある蚊が侵入してしまったんですねその蚊は普段であれば鳥の血を吸う蚊です鳥の血を吸う蚊がそのトンネルの中に侵入してで、 そのトンネルにはもちろん鳥はいないわけですよね。その蚊は困ったことになりました。餌がないということですね。で先ほど、えー、蚊は何をどの動物あるいは人とかそういった血を吸う対象が決まっているっていう話をしました。で鳥を鳥の血を吸うことが決まっている蚊が 鳥のいない場所に行ってしまったわけですね。その川どうなったでしょうか。絶滅してしまったでしょうか。そうではないんですね。実はその川それまでとは違って今度はネズミとか人の血を吸うように変わってしまったんです。その川赤いエカの仲間なんですけれども、この赤いエカが新しい種の赤いエカになった。 という出来事ですある蚊が別の種の蚊になったっていうと、えー、それは進化じゃないかって思われる方が多くいると思うんですね進化論者たちは小進化という言葉を使います小さな進化が起こったそしてその昇進化が重なって大きな進化大進化が起こる例えば蚊が別な種類全く違う種類の昆虫に変わるとかですね かからハエが生まれるとかそういった、えー、出来事を大進化というふうに言いますけれどもでそのようなことが起こったのではないかっていうふうに考えているわけですねでも創造論者はそういった小進化と進化論者たちが読んでいるものは実際には進化しているわけではなくて最初から 遺伝子のの中にに組み込まれていいるものだとううふうに考えていますこの蚊が、えー、鳥の血ではなくて人の血を吸うようになったっていうことは実は進化論者にとってはものすごい驚きでした。それは何かというと普通このような、えー、鳥の血を吸うの血を吸う蚊が 他の動物の血を吸うようになるのには何百万年という単位の時間がかかると考えられていたわけですねしかし実際には本当に短期間で変わってしまいました瞬く間に起こったと言っても過言ではないと思います現在ではそういった変化が起こるのに5分もかからないとさえ言われるようになっています オーストラリアのメルボルンにはラットローブ大学というのがありますけれどもそこの研究者たちがこのように言っています。我々はここののような遺伝的転移が起こるのに何百万年単位という時間を考えてきたしかし我々はそれが受精後5分もあれば起こることを目の当たりにした進化論ではそのような種が変わってしまうというようなこと。 これは何百万年もかけて少しずつ少しずつ起こってくるんだそう信じてきたわけですねでも実際には短期間で起こってしまうのをざまな事例から分かっていますその一つがこの課ですねこの新しい課と古い課の違いを比較すると、えー、様々なことが分かってきました従来の課は 鳥の血のみを吸うということですねそれは先ほどお話ししましたそれに対して新しい蚊はネズミとか人の血を吸うようになったということですねじゃあもう鳥の血は吸わなくなったということですもともとの蚊は体感性があります寒さに強いわけですねまた冬は冬眠をして過ごします それに対してトンネルの中にいるかは、えー、寒さに弱くなってしまいました体感性がないんです。また冬眠もしないで一年中繁殖するようになってしまいましたでこのようなことが分かって、えー、じゃあ互いの間に子どもは生まれるでしょうかという実験が行われました。トンネルの中に住んでいるかと、 もともとの鳥の血を吸う蚊との間に、えー、受精を行わせせままししたたけれども卵はかえりませんでしたこのように、えー、たんまだそんなに時間が経ってるわけでもないんだけれども、えー、その形質が変わってしまうと互いに子どもが生まれない、まあ、この子どもが互いに生まれないということを年性がないというふうに言うんですけれども逆に卵まあ 子供が生まれることとを年生があるといいう,うに言いますで。このような短期間での変異っていうのは進化論では起こらないというふうに考えられていたわけですけれども創造論者からすればそういう変異は短期間で起こると考えられてきたものですね。というのは天地創造から6,000年ほどの間に最初に作られた「 動物から種類に従ってその種類の中でですね環境の変化に適応したりすることで次々と様々な動物が生まれてきたそれは進化ではなくてもともと遺伝子の中にあった形質が発現されていったということですけれどもそのようなことが起こったと創造論者は考えてきました創世記の1章21節22節には 鳥や空を飛ぶ動物のことが書いてありますそれで神は海の居住とその種類に従って水に群がりうごめくすべての生き物とその種類に従って鳥のあるすべての鳥を創造された神は見てそれを良しとされたこういうふうに書かれています種類に従って作られているっていうのがとても大切なことですね 創世記1章の24節のところではこうありますついで神は地はその種類に従って生き物家畜や羽ものその種類に従って布の獣を生ぜよそのように書かれています種類に従って作られた種類の中でそれらの動物は子孫を産んでいくわけですねで種類の中でさまざまな形質を発現していくわけですね それはどういうことかっていうと、この種類っていうのは生物学の種っていうのと同じではありません。ダーウィンはおそらくこの聖書で言っている種類っていうのを種と捉えてしまったんですね。で、種は変わることがないっていうふうにダーウィンは理解してしまって間違いを犯してしまったわけです。聖書が言っている種類っていうのは種よりも より広い範囲になってくるわけですね。その動物によって多少違いますけれども、生物学の分類では、蚊あるいは蜥といったものに相当します。例えば、犬族犬の仲間は非常によく研究されているので、おそらく蜥がこの想像された種類に相当するのではないかと思われますけれども、 犬族には家犬とかコヨーテジャッカルあるいはディンゴなどという、えー、種があります。でそれらの種はもともと一対のですね犬とかこのオオカミの祖先そういったものから出現したそれは単に遺伝的なものとしてですね進化ではなく遺伝の 遺伝子の何が発現現するかによって出現したと考えられますで、創造論者はこのような種類に従った遺伝的転移これが短期間で起こるっていうふうに考えてきたわけですね。それはちょうど、えー、鳥の血を吸う蚊が、えー、ネズミや人の血を吸う蚊になったでその新しい蚊は、えー、寒さに弱くなったり。 冬眠をしなくなったり、1年中繁殖するようになったりとですね、そういう風な形質の違いも短期間で現れました。そのように、えー、動物も植物もまた昆虫も短期間でさまざまなその種類の中での変化っていうのが起こっていったと思います。で、先ほど、えー、鳥の地を吸う蚊が、 ネズミの巣を吸う蚊になったという話をしましたけれどもそれは本当に短期間で起こったわけですで、そのような変化は環境が変わればですねあるいは世代が変わることによって次々と起こっていったのではないかと思いますこの写真を見ていただきたいと思いますけれどもこれはライガーの写真ですねこのライガーというのはオスライオンと えー、メスのトラタイガーのアイ子ですねでこのようなの雑種動物というんですけれどもこのライオンとトラの間になぜ子供が生まれるのかそれはもともと想像された時は同じ祖先だったからではないかというふうに考えられます。このののライガード氏にはは、えー、がありませんそれは先ほどの、えー、鳥の地をするかと ネズミの血を吸うかの間には子供ができなくなったっていうお話をしましたけれどもこのようにしばらく何らかの事情によって離れていて遺伝的に形質が違ってしまうと互いに子が生まれなくなる場合がよくありますこの写真はですね阪神パークのにある白星ですけれどもレオポンの白星ですレオポンっていうのはヒョウと ライオンの子供ですね。オスの氷とメスライオンの子供です。で、このレオポンの写真をよく見るとライオンのような鬣のようなものを持っていたりですね。でもカナダには氷のような門があったりします。創造論者は遺伝子の研究が進めば進むほど環境の変化などによる短期間での 種類内の変化が実証されると考えていますそれは蚊に起こったような出来事ですねでそ,それを考えるならば天地創造から約6,000年というふうに聖書から、えー、考えられるわけですけれどもその6,000年であったとしても今日のようなバラエティに富む、えー、種類の変化っていうのは十分起こってきたということです。皆さんが えー、ライオンを見たりトラを見たりヒョウを見たり、えー、そういう時にですねこれらはもともと同じ祖先だったんだでも種類に従って今日こういうふうに分かれているんだでそれは、えー、動物だけじゃなく植物にもそのようなことが起こっているんだでこれはもともと遺伝子の中に組,組み込まれていることであって創造主の最初からの計画の一部なんだっていうことを 考えていただければいいんではないかと思います。